こんばんは。底辺の王とかで帝王との心境です。はい、どうもどんぐりさん、いらっしゃいませ。はい、お疲れ様でした。ドラクエ5ね、さっきねまあかなりね、ちょっとグダグダに、ね、なって、まあ一応終わったんでね。はい、どうもポテさんもいらっしゃいます。はい、ということで、この時間平日の夜に不正しなければな。不正してないって言ってるでしょ、もう。またゼルダやってる、ね。うん、いや、昨日から始めましたからね。はい、夜のもの、昨日から始まった新タイトルということで、任天堂 Wii の、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスの、はい、買い物全般禁止の攻略プレイやっていきますね。はい、よろしくお願いします。題して底辺が節約しながら黄昏る配信、今日はその2ですね。まあ一応昨日ね、なんかね、リンクがね、僕がちょっとなんかワンちゃんになっちゃったんですけども、まあなんかそれのね、なんか諸悪の根源をね、なんか、うん、はい、どうも、キンコさんいらっしゃい。いや、Wii ですね。Wii ですね、はい。全然しならないと、リンクの名前がゼルダって勘違いしそう。ね。はい、ポピッポ、ポッケ、ポピッポ、ポッケ、ポピッポ、ポッケさんいらっしゃいます。はい。ということで、じゃあやっていきましょう。やっていこうと思うんですが、なんでこれ、なんかこれタイトル画面で放置してると、なんかリモコンが全然反応しなくなっちゃうんですが、ね、なんか、これ不具合なんですかね、なんか来たってよかったな。ということで、帝王からやっていきましょう。はい、どうも、名前を入力しましたさん、いらっしゃいませ。はい。トラプリやっていきますんだよ。好きのない子だねそうですねということで、ワンちゃんになってね、なんか一応ね、地元のね、町に返してくれたんですが、ね、いつもだよ、わらわら、あ、初見です。何がですかはい、どうも、10個目さんいらっしゃいます。うん、トラプリね、うん、まあ一応ね、さっき誰でし、どなたでしたっけね、うん、あ、ね、5個目の人がね、ティンコさんね、うん、ゲームキューブかって違いますね。これ、Wii ですね。Wii の方ですね。あ、初見です。あ、そうなの。はい、どうも。初見なのに手を咲いてたなって知ってるの。まあいいけど。うん、ねえ、で、結局、これからどうすんの、うん、あ、影になってますね、うん。光の世界だから。くくく。私がいなくなったと思ってた。あのさ、もう一つ言い忘れたけど、助けに行こうとしたって無駄だぞ。すでに橋の向こうは火事の領域。お前が火事の魔物に引きずり込まれたように、あの先に行きたければ私みたいな火事の者の協力が必要なんだ。だから結局お前は私の言うことを聞くしかないのさ。あとはお前の態度次第。口先だけじゃ信用しないからな。私はね、今自分に似合う剣と盾が欲しいんだ。この意味分かるよな。それが女の子の股間に顔を突っ込めそうだな。バレた時がどうなるか逆に怖いですがね。どうする、こうしてる間にも火事の領域がどんどん広がっているぞ。ほらほら、急げ急げ。つまり助けてほしくは剣と盾を調達してこいと、お金で買ってこいと。今75ルピーありますけどね。でもね、お金ね、ちょっとね、買い物禁止縛りですかね。おお、なんかいる、いるじゃん、普通に。え、これどうすんでしたっけ。いや、普通に倒せばいいのか。とりあえずね、しょうがない。買い物禁止ってことは何とかね、かっぱらって何とかしないとですけど、さあさあさあ、どこに行けばいいのかね。うわあ、村の中まで魔物だらけに来たらどうするの。ジャジャンプ、これどうしような、なんか当たってたらダメですよ。なんだこれ、十字キーの下に掘るって下ネタ的な意味、はい、違いますよ。あ、ここ僕ん家か。あ、でも登れないんですよね、たぶんね。今ワンコちゃんの状態だと我が家に帰ることもできない。悲しい。
しょうがない。Wii U がレトロゲームとか言えないわ。なんでちょっと待ってください。15個目さえいらっしゃいませ。いや、これは Wii 版です。Wii U じゃありません。Wii U でもなんかリマスター版出てますが、違います。はい。申し訳ない。これは Wii 版ですからね。ドラゴンクエスト5クリアおめでとう。あ、どうも、ヨシエさんいらっしゃいませ。こんばんは。ね、ドラクエ5、一応今日ね、ちょっと、ね、すごいなんか、しりすもみなね、オチになりましたが、クリアできましたんで、ありがとうございます。はい。18カメさんもいらっしゃいませ。はい。ね、ドクロ帝王。お仕置きだべってね。そんなあれ。悪いやつ、やっつけてくれてありがとう。誰この、何これ、リス？あいつら、森も村もめちゃくちゃにした。村の子供たちもさらわれた。分かってる。君は悪いやつじゃない。リスですね。君はとあるの木の匂いがするから。もし困ったことあれば動物たちと話してみて。すごい、動物と話すんだ。ねえ、僕たち動物には分かるから大丈夫。なんででしょうね。分かりません。まあ、とりあえず動物たちをね、手なずけて。みたいなセリフないのかな。和音ならあるんじゃないですかね。ディスってんですかね。なんだ、はあ、えらいことになってしまった。子供たち生きててくれよ。頼りないパパを許しておくれ。なんでしょう、あの人。すき焼きの残りにうどんぶっこんだ。ぶっこみはしませんが。ダメ？あれ？登れない。クソ。どうやって、やっぱ犬じゃ登れないんですか、ね、またすき焼き食べたの？昨日の残りですよ。昨日の残りを食べただけですけど。ダメ？いいな、私に似合う剣と盾を探せよ。探せよと言われても。帝王の毛って豪華なもの食ってるな。なんでそんなご、なんですき焼きが豪華って感じ、ね、なんでですか。ね、言ってね、二月ぶりでしょうね。いいじゃないですか、すき焼きぐらい食ったって。どこ行きゃいいんでしょう。ね、ドアだって開けられないでしょ。トップバユのラーメンとかレトルトバコカレーとかすき焼きとか忙しいな。ね。忙しいっていうのもあれです。第50くらいにランクインしました。帝王のくせにすき焼きなんて生意気。これから毎日肉を焼こうぜ。すき焼きって10年に一度食うかどうかのご馳走やろ。そんなことはないでしょう。はい、どうも。32個目さんいらっしゃいませ。ドアプリやってます。今買い物禁止で。でもね、家のね、食事はね、買い物禁止じゃないからね、すき焼きでもなんでも。でもダメですね。あ、喋れんの？あら？満月の夜に狼だなんて素敵。その正体は今村にいない誰か？なんちゃって。そうなの？いや、でもその気になれば食おうとも別に食えるでしょ。あなたいいわ。センスの鋭そうな目に、ふかふか柔らかそうな毛。素敵。何これ、センスを利用しろっての。ねえ、センスでこうやって光ってるとこ、ねえ、掘ると。まあ、なんかあるらしいんですが、こうやって、こうやってね、家の中に穴掘って侵入とかも、結構欠陥住宅ですね。誰かいるかな、ね、寝てる、これ、寝てます、違うか、いねえか。なんかあるかね。まずいですよ、呼ばれだなんて。いや、今ワンちゃんだから多分予売もできないですからね。でもなんかあるかね。なんかいいね。予売じゃなくても家探しぐらいはね。もうちょっと待ってください。昨日の初日のプレイだとね、振ってね、倒したりしたんですがね。なんかない。何にもない。なんでこう、ダメ？入れない、もうちょっと後かね。なんで犬使ってるの？はい。まじまわれてるの？今呪われてますから。これがニンテンドックスか。そうですね。ニンテンドックスですね。どこ行こうかな。あ、いた。
え、ん？新入りか？俺のとこに挨拶に来ったらよくわかってるじゃねえか。この村について知りたければ聞かせてやってもいいぜ。教えて。別にいい。教えて。ここはよ、普段は農機な村なんだが、昼間にちょっと事件があってな。何？化け物が村を襲ってガキをさらっていったのさ。それは別のゲームですね。お前も化け物みたいなもんだがな。村をうろつくんな。村人に見つからないよ。気をつけな。あ、そうなんだ。これが任天堂スーファミだ。ね任天堂です。そんなのあれでしたっけ。鶏いじめて抜き殺されるのはトワプリにもあるの？どうでしょう。わかんないっす。ね、気のせいば誰かやってみてって言ったけど。結局やらずじまいでしたね。どこ行っちゃうんでしょう。ねえ、誰？ああ、この鶏はもういいけど。トワイライトチート。チートはどこにチートの要因があるんですか。あ、おう、タジのこと。こら、声がでかい。なんか怪しげな会話をしてますが、もう何でしょう、聞く。何例のものを取りに来たぞ。何でしょう、何でしょう、もうちょっと近づけば。で、あの盾はまだお前の家にあるんだな。ああ、上の物置にあるはずだ。そうか、じゃあすぐに取ってきてくれ。あとはわしが怪我をしたモイの代わりに子供たちを探しに行く。モイさんってちょっと顔の濃いおっさん、怪我したんですね、剣士のね。剣を持ったあのモイがやられたんだ。そんな丸腰じゃやられちまうよ。大丈夫じゃ、まだモイの家に献上品の剣が置いてあるはずじゃ。あれ？あったかな？そうか、わかった村長。じゃあ急いで取ってくるから待つ。待っ、あ、化け物じゃ、逃げるぞ。逃げた。例えばこの家ね、なんか盾ありましたよね。ね、確かいい話が聞けたじゃないか。マヌケのやつらばっか。ね、なんかさてどうやってあっちから行くのかね。どこから行こうかなーって。はい、どうも帝王魔女さんいらっしゃいます。帝王の脳はすでに蒸気を逸している。ね、いかにもって感じでね、なんか誘導してくれました。あ、化け物、またわしら襲いに来たのか。娘を返せ。これでも暗い。何ちょいちょいちょい、何あいつも高使えるの。あ、いた、何をすんの。ちょ、どうすんですかね、これを。いや、たかってね、うん。あ、ちょ、ね、にゃんこ。ねえ、たかに襲われてなかった。あいつには歯が立たないよね。今まさにね、現在進行形で襲われましたが、うん。ごめんね、あのたか呼んだ。たか呼んだ私の飼い主、人も動物も見る目なくって。懲らしめるならいい方法知ってるんだけど、にゃあ。じゃ教えてよ。あなた、牧道の帝王ちゃんと同じ匂いだから絶対いい狼よ。ごめんね、あのたか呼んだ私の飼い主。懲らしめるならいい方法ってどうなの。え、なあ、あのさ、放っておかないでなんとかしろよ。なんとかしろって言ったってどうすんのね。でもどうすんのあれ。なんか何、どうやってあれすりゃいいんでしょう。ねえ、近づくは近づくにしても、あ、いたちょっとお前にゃんこなんか教えて。ねえ、うん、いい方を知ってるんだけどね、あってな、何、なんか見返りを要求してんの、こいつ。ねえ、もしかして、この猫はなんか見返りを要求してんのね。ねえ、どうすりゃいいんでしょう。ねえ、セリフが進まないから、
いやだからいい方法ってどこ？どうすんの？あれ、ね、さっき配信引退って、はい、引退とは言ってませんよ。はい、どうも44個目さんいらっしゃいます、うん、ね、ドラケ5の配信が、ね、終了しただけで、ね、欲張りって言っても何をあいた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 、何をあれすぎゃいいんですよこいつね、ちょちょちょね、そうは言っても、ね、どこから行きゃいいっていうかね、ちょ、なんかないのどうすんでしたっけこれ、いやー、ぜ、何すりゃいいんでしたっけな、何をあれすりゃ、今なんで初見なの初見じゃないですけど、てだね、もう8年ぶりぐらいのプレイですからね、どうしましたっけねえ、にゃんこちゃん、ねえ、な、何見返りって何、見返りだってこの状態じゃね、アイテムも何も渡せないと思うんですが、ねえ、ハードの家って言っても、どうすんのね、どうすんでしたっけ、ちょっとね、戦車の家には盾があるそうじゃないか、忍び込んでいただいちまえよ。いや、そんなことは分かってないけど、水車の家に行こうとしていけないからね、困ってんじゃないかって話ですよ、ね、なんでこの猫ついてくんのね、どうすんの、どうすりゃいいのこれ、なんかなあるんですかね、なんか対策というか、ね、うん、いや、どうすりゃいいの、そういえば猫って最初この辺にいたんでしたっけ、なんか関係ある、そういえばね、うん、うん、いやだからな、な、何をすりゃいいんでしょう、全然覚えてないな、な、なんででしょう、どうすりゃいいんでしょう、いや、にゃーじゃなくてね、どこ行けるね、だただここもはしごも登れないでしょうし、あのさどうやってどかすんでしょうね、わからないっすね、どうすりゃいいのか、てかライフがやばいし死んじゃう、とりあえず働け、はい、47個目さんいらっしゃいませ、はい、初見なんですけど、丁重に、丁重に お断りさせていただきます、ね、はい、どうも、48個目さんもいらっしゃいませ、はい、初見ですか、初見さんいらっしゃい、ねえ、ゼータのトワイライトプリンセス、後ろの羽って妖精、どうですかね、男はって何ですか、ポインターじゃないですか、ポインターみたいなもんじゃないですかね、なんかね、えただ、なんでしょう、なんていうか、どうすりゃいいんでしょう、男割ですか、男割、お断りです、どうしよう、俺とネジ工場で働かないか、嫌です、嫌です、なんかすごい怖い、これどうしよう、エイブリー、ここはさっきね、行って、違う違う、この家でしょ、確かモイの家ってね、なん
なんでさっきいたのに、話聞いたらいるのかな。でも いないですよね。なんかこの家だったような気がしたんですもん。でもいないですもんね。縦先じゃないとダメなのかな。帝王はいいネジになれると思うよ。はい、僕がネジになるの、働くんじゃなくて僕がネジの材料にされちゃうの嫌ですよ。53個目さんいらっしゃいます、ね。帝王いつもの挨拶から帝王をデブだな。はい。それとタイムシフトにタヨドラゴお疲れ様でした。はい、あ、どうもジェニーデップさんいらっしゃいます。はい、どうもありがとうございます。俺、タンポポを乗せる仕事がしたい。あ、お弁当の、ねえ、あなたの件も深く。うん、あ、やっぱりあなた、いや、もっともっとあなたは。どうして、何すりゃいいんでしょう。何があれなんだろう。でももう他にやることないですもんね。ねえ、昼間に事件が。どうしりゃいいんでしょうね。あとの家っつったってね、何もないでしょう。どこ行きゃいいんだろう。どうやったらこいつ。ドラゴワクはもうやらないって言ってたよね。はい、銃に集中したいからって。まあ予定が変わったんでね、明日からあのペルソナやらせてもらいますがね、そこで。この猫は一体どうしたら教えてくれるのね。懲らしめるならいい方法知ってるんだけど、にゃーってね。うわ、あ、死んだ。死んだ。めちゃくちゃあの鷹強いですね。つまらないですね。はい、では。どうも、メラさんいらっしゃい。はい。ドラクエ10はもうやらないって言ってたよね。はいはい、ドラクエ5に集中したいからって。そんなこと言ってません。コロコロ変わるな。コロコロ転がるのは帝王だけにしといて。帝王、広告ありがとうございます。今日何食べた？今日はすき焼きの残りです。はい。広告ありがとうございます。第12くらいにランクインしました。どうすんだっけ。何をっても、もう行けるとこ行ったはずなんですけどね。何すりゃんでしたっけ。なんかどっかね、やれることって言ったらあと掘るぐらいですけどね。提供ブリトーさん、じゃあ明日はカレー食べよう。明日どうでしょうね。わかりません。カレーもでもね、この間週末だか食ったような気がしたからね、カレーも当分ないと思うんですよね。グッピーなんかここにあるのかな。ハート。グッピー。ハート。それじゃあね、ラッシュ。あ、なんかある。あ、この辺怪しそう。ベルソナってリスナーが買ってくれたやつ？そうです。はい、そういうことです。何これ、ゴルピ。リクエストしていいですか？はい、リクエストするのはいいですが、今ちょっとね、配信ね、いろいろ詰まってるから。リクエストしてもちょっとできるかどうかわかりません。申し訳ないです、ね。お金どうこうじゃないんですけどね。どこか、なんかないのかな。これどっか。じゃあしません。はい、うん、申し訳ないですね。こっちの上になんかあるとか。来てないですかね。ん？でも、どう
どこだな、何すりゃいいんでしょうね。あと行けそうなとこって言ってもね、まあ行ったな、どうすりゃいいんでしょう。帝王のサクサクプレイは見られないんか。いや、謎さえ解ければね。だってね、一回昔クリアしたゲームなのにね、こんなとこで詰まった記憶ないんですよね。ね、あ、こっから屋根長って、ここでいいのか、ここでいいのか、ここでいいのか、高みの金別で決め込みやがって、今に見てろよ、クククなんだ、ただそれだけかい。ねちょっとあのねちょっとおっさんちょっと調子乗ってるから懲らしめてやりましょう。いや帝王なんで働かないの、初見プレイじゃないのに謎が解けないってどういう頭脳なんですか。だって昔ですもんね、言ってそんな覚えてませんよ、そんなね、皆さんはね10年ぐらい前にやったゲームをね、そんなね、全て完全にね覚えてるね、謎解きの要素とか全部覚えられるもんじゃないでしょ。はい、どうも70個目さんいらっしゃいませ。これでどうすりゃいいんでしょう。マリオさんは覚えてたのにお金もうなくなってきてるじゃん。マリオ3はほらねえ、だから、ねえ言ってなんていうかね、結構ね、やり込んでましたから。いやいや、どうせ茶番でしょ。茶番じゃないですよ。なんで今んとこでそんな引っ張んなきゃいけないんですかっていうか、あれどこだっけ。なんや、はっきり言ってみ。はい、いやいや、だマリは子供の頃にね、それこそ何度も何度もね、プレイしましたからね。さて、たてはどこかなね、どこでしょうね。あれちょっと待って、こっちじゃなかった。でも、あ、いや、ここか。ククあったあった、あ、ありましたね、あそこですね、これですね。ちょ、なんで乗れないの。ちょ、でも何十年も前のことやで。いやでもなんか子供の頃に本当にね、何回も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 ね、多分ね、トアプリなんかね、せいぜいね、2週ぐらいした程度ですからね。ゼルダなんかね、それこそ日じゃないぐらいやってましたからね。さりげなく今ゼルダをディスったよね。ディスっちゃいますよ。ただ、だって、年齢的なものもあるでしょ。だってね、このね、だってトアプリやってた頃はね、やっぱりね、一応バイトとかで働いてましたからね、やっぱゲームやる時間がね、どうしても減っちゃいますからね。そんなね、何度も何度もね、やれる余裕ないですよ。とあるの盾を手に入れたね、Z で構えて身を守る、炎に焼かれると燃えてなくなる。あら。燃えてなくなるような盾いいんですかね。なんか安っぽいな。まあいいや、今度は剣で早く手に入れる。手に入れるのはいいんですが、どっから出る、こっから、なんだ今の物音は。まさか子供たちが戻ってきたんじゃ。俺はもう一度この辺り回ってくる。お前は家に入ってなさい。ハイラルの献上品の剣を、ソファーの上に出しておいたから、村長が来たら渡してくれ。でもあなた、そんな体で。あ、これでさっきの家で行きゃいいんですよね。とりあえず、まず。ここでしょ？あ、いた。見つけたぞ、化け物め。いや、ちょ、助けて。ちょ。ね、ここからこっそり裏で回って、掘って。どこ？あれ？あ、こっち。多分今の話聞けばね、剣が多分ね、
ソファーの上でしょ。ソファーってどれ？これか、あった。取る。トワルの剣を手に入れた、トワル村1の剣士モイが用意したハイラル王剣の献上品。はい、どうも、ジュース崩壊さんいらっしゃい。今ネット年齢バラしたような気がしたのは気のせいか。気のせいです。よし、これで武器が揃ったな。お前やればできるじゃないか。まあ僕、おっさんですからね、別に。正確な年齢はバラしてませんが、大体の年齢はね、察してください。さて、寄り道はおしまいだ。狩りの領域に連れて行ってやるよ。お前がそんな姿に変わっちまった。あの森にもう一度戻りな。これでいいんですかね。うん、しょうがない。これで行きましょう。あ、誰かいるっていうか。で、これで森に行けばいいんですよね。うん、お待ちなさい。誰？我が泉へ。泉が言う、泉が、水が、液体が呼んでる。あなたの過ごす姿は狩りの力によるもの。私はこの何？東京ディズニーシー。いやいや、危ない。火事の者が。こんばんは、はい、帝王さん。はい、どうも。寝坊小坊様いらっしゃいません。はい、ゼルダのトワイライトプリンセスやってます。はい、あ、なんか何、あー来た。ちょ、くれ。お前なんか、生かして返して。くたばれ。ユーモナル若者よ。何これ、牛、ヤギ、ね、何ボタンが反応しなくなっちゃった。神様、ね、なんかこれね、なんかイベントでなんかリモコン放置してるとね、あれしちゃうんですけど、ね、鹿かね。ねえ、私は神々の命によりハイラルを守りし、炎の光の妖精霊の一人、ラトアーヌ。眩しいですね。あなたが倒したあの黒き魔女は、我ら光の精霊の持つ力を狙う影の者たち。町にハイラルの光の精霊たちは、あ、すでに町のハイラルの光の精霊たちは、あの影の魔物によって光に。その者たちが守る人は、黄昏の国運が火事の領域になり果ててしまいました。このままでハイラルだけでなく光の世界は全て火事を支配する王の手に落ちてしまうでしょう。
この光の世界をカーネの王の手から救いなし、失われた光を取り戻すしかありません。それはカーネの領域に囚われている3人の光の精霊たちを蘇らせることを意味します。要するに3人を救い出せと。そしてそれができるのはあなただけです。あなたはまだ気づいていないのです、自分の持つ本当の力に。カーネの領域に触れた者は元の姿に戻ることはできません。しかしあなたをすでに変えたフィローネの森に赴き、光の精霊を蘇らせることができたなら、その姿は光の精霊の持つ力によって元に戻るでしょう。よくわからんけど、森に行って何悪いやつをやっつけようと。ねえ、そんなね、結局この人は何もできないの、ただのアドバイサー。帝王の本来の姿、ね、僕の本来の姿ね、見たかったらあのね、お金払ってくれたらね、顔出しするかもしれませんが、まあ現状そういう予定はありませんから。帝王、リスナーは入れずに、はい、2000ポイント なんでそんな、そういう変な広告はやめて、はい、広告ありがとうございます。あ、落ちちゃった。あ、なにこれ、ジャンプしたら落ちちゃうの。あらら、帝王最低だな。いやいやいや、ダメか。そうやってすぐ金金金って。僕は何も言ってないでしょ。ねえ、リスナーさんがやたらと金金うるさいんですよね。僕の配信なのにね。どうだ、へいへい。で、ここ入っていいんですよ。ほら、見てみろよ。お前の知ってるフィローネの森はご覧の通りすっかり火事の領域さ。もう戻ってこれないかもしれないけど、それでも行くんだな。行かなきゃダメなんでしょ、どうせ。これがお前の世界で使ってる武器か。盾っていうか仮面になってますけどね。これで奴らが倒せるのかね。悪いけどこれいらないからお前が使いな。あっ、消えちゃった。まあとにかく約束は約束だからな。信用して手伝ってやるよ。その代わりお前にあるものを集めてもらうからな。何でしょうね。なーに、今教えないけど簡単なことだよ。ほら、それより聞こえないか、光を奪われた精霊の嘆きの声が。読んでますけどね。92個目さんいらっしゃいます。はい、さーて一体どこにいるのでしょう。クククク、早く探しに行かないとお前の世界がどうなっても知らないぞ。全部ご一緒やんけ。そんなことないですよ。ほら、休んでないでとっとと進め。とりあえず行かなきゃってことですね。まあ、マップはマップあるか。って言ってるですが。わお。まただ。なんだ。トラップ。千と千尋の神隠しに出てくる棒の声に似てる。いや、僕見たことないんですよね。千と千尋。棒の声。誰です。時の勇者帝王はこっち。はい、どうも95個目さんいらっしゃいませ。今ねちょっとワンちゃんに扮してますがね、世界を救うべく。ああ、また囲まれた。たく、随分舐められたもんだよ。こんな雑魚いちいち相手にしてらんないや。
なあ、これくらい自分でなんと、これぐらい自分でなんとかできるだろ。じゃあ頼んだぞ、またな。地上波でもやってるんだから見るかやったからね。だってテレビあんまり興味ないですよね、言って。僕あんまりジブリっていうかね、ねえ、ラピュタとかね、ナウシカの頃はね、まあ、見てたんですが、トトロとかも、なんかもう結構ね、あんまりよくわかんないから見ないっていうかね。え、あ、し、え、嘘、死んじゃった？え、あれ？あらら。おかしいな。おかしいな。そんな。はい、ね、ねえ、あれ？精通したもんね。精通して。ダサくないですか？ダサいですかね。99個もさえいらっしゃる。いや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 。ねえ、なんでねえ、ねえ。そう。だけど何ちんたらやってんだ。あいつは最後の一匹だけ残すと、あの雄たけびで仲間を生き返らせてしまうのさ。いや、そこまでいってないんですけど、ほら、手伝ってやるから私の言う通りに動きないの。B をしてる間、狩りの結界を張ってやるから、みんなまとめて閉じ込めて話すんだ。そこまでいってませんけどね、今。ねえ。これがね、使えるね、余裕なんですけど。で、やっつけたと。ハート。失礼。その席は何のサイン？サインじゃないですけど。風邪ひいたふりしなくていいから。風邪じゃないですけど。何？なんか、ちょっと前向いて咳するのやめてもらえますか？ごめんなさい。いや、うつりゃしないでしょ。うつりゃしないでしょ。プレステ3買ってほしいなって意味やぞ、うん。違いますよ。気をつけて。この森は変わってしまった。バックステージパスに何か指示したんじゃないのか？してませんよ。だってまだチョボさん来てませんもん。黄昏の国軍が覆う彼の領域、トワイライトに。光の世界の人々は魂となり、彼の者たちや魔物どもが救う場所。私は光の精霊。さっき言ってましたね。青き目の獣よ。我が光を探して。彼の魔物に奪われた光をこの器に。この器って。ヘッドホンで聞いてるから耳元で帝王の敵か。ごめんなさい。ごめんなさいね。光の器を手に入れた。光の雫を集めるための大切な器。帝王はやはり獣だった。この器が光の雫で満たされば、トワイライトの世界を晴らし、この場所を元の光が溢れる世界へ戻せる。はい、どうも、チョモさんいらっしゃいませ。あ、見てたんです。やっぱり指示してたんじゃないか。してませんよ。何に、指示してませんよ。光の雫に取り付くカーデンの虫の姿はセンスで。獣はいて獣いない。あ、センスで。あ、そうなんだね。バックステージパス仕事して。ねえ。あー、これ全部集めんでしたっけね。なんか、影の領域、トワイライトの中で影の虫は人と同じように姿は見えない。幻滅しないで。何も。バックステージパス盛り上げろや。いや、かわいそうに。やめて。お帰りなさい。はい、どうも、115個目さえいらっしゃい。なんか、バックステージパスがなんかね、すごいなんか 目の敵にされちゃってるんですがね、ダメなの。とりあえずこれ全部集めりゃいいんでしょうね。なんだ、宣戦布告か。いや僕じゃないですよ。なんかリスナーさんがなんかね、この放送のバックステージパスって完全さらしものなんそんな感じですね。ねえ、カジの虫を探して、もしチョモさん、不要だったら、いらないって言ってくれればあれですから。ね、いや、僕じゃないでしょ。カジの虫を探して、カジの虫は砕け散った我が光に、魔が取り付いた姿。よくわかんないけど、これ、光ってるとこ探したいんですよ。ブプスは嫌よ。そう。じゃあ何が、僕の方が嫌だってこと？僕の BSP が嫌だってこと？ねえ、本当にもう、ちょっと。どこだ？
これか。ねえ、どう？帝王が私のために戦わないでって言って、なんでバックステージパスに私のために戦わないでって、ね、すぐ NG にするクズがいるからだよ。何が何がねえ、そうそうねえ、まだ相変わらずお怒りのようだよ。あ、こいつか。あ、これか。これがあれか。これもくれる？ちょうだい。そういうとこやぞ。そう、ね、まああまりリスナーさん同士で喧嘩しないで。とりあえず仕事から帰ってきたばかりでいいらなんだが、行っていい？はい、どうも、ね、どうぞ来てください。別にそんな許可もらわなくてもね、いいですから。ちょっとこっちじゃあれ、こっち、どうした今ここ、どうやって越えた、あ、ここ安易にクズとか使うようだとされても仕方ないな。どうしよう、これ、あ、超えちゃった。帝王が挙げたのはバックステージパスではなく、はい、バトルステージパスだったのかな。うまく言ったね。で、言い争いはさておき、はい、ドラゴンクエスト5は、はい、終わりました。ドラクエ5ね、見事ね、あの配信 ねタイムシフトで見れたらあれですがね、まあまさかのね、ちょっとね、開始5分6分ぐらいでしたっけね。それでちょっとね、いきなり終わっちゃったんだよ。まあ長かったですがね、とりあえず優秀の美をね飾ることが、なんか急に、なんだ今診断されたから、ちょ逃げんな。じゃあ放送10分くらいで終わったの？いやだからその後あのね、ちょっとねリストを見ながらね、過去の統計振り返って、その後開始6分で仲間になったから、まあ、多分不正、ね、不正じゃないです、不正じゃないですよ。あれ、これどうするんでしたっけ、どこにいる、んね、もう一匹いますよね、なんか。まあ、その後ね、エスタークとね、もう一度ミルドラスだけ倒して。エスタークやらんかったしな。ねえ。いや、一応勝ったでしょ。ねえ。どこだ？わこつ、デブがいつも通り不正したと聞いて。不正はしてません。不正はしてません。そんな、ね、僕そんな功労省、ね、功労省みたいな、そういうね、あの、ね、こと やってませんか。違いますよ。違いますよ。ねえ、ここなんかいる？推しの？ここも？お金の、あれなん、どうすりゃいいのこれ。帝王、はい、俺は信じてたのに、ちょぼん。なんかやましいこと何もやってないですよね。ちゃんと倒してクリアしてね、終わってね、早くね、お疲れ様でしたよ。あれ、どこにいる、この辺になんかね、この調子だと割とサクサク終わりそうすかね。どうでしょう、わかんないです。今またちょっとどっかね、いなくなってあれして困ってんですが。信じた人を裏切ってやる配信は楽しいか、ね、何を裏切ったってね。待てよ、あんまり遠くへ行けないな。この先に、先にこの森ですることがあるだろう、早く戻りな。有識者に聞きたいんだけど、このルールだと何度上がるの、はい、ねえ、難度はどうでしょう、ちょっと上がるんじゃない、ねえ、わかんないですけど。ペキ食っちゃっていいと思う。だからもう何年も前でしょ。これどうでしょう、どこだろう。ねえ、なんかこの建物の中っぽいんですが、建物の中とかどうやって入るの、入れないねえ。明らかにこの中っぽいんですよ、ね、
中に入るよね。どっか。でもこっちじゃないでしょうしな。どこだ。どうやって入るんだこれ。帝王はすぐコネスルースアール。何？何？さっきのキムタフに言ってほしい。どのコメ？どのコメント？どのコメントをキムタク風に。ちょ待てよって。どこだ。どっか何穴掘って家入るとかじゃなくて。似てないってそんなこと言ってもこのゲームやったことないから買い物ありでやってほしい。そう、一人はゲーム中トイレ行っちゃダメで。いやそっちの方がきついから。ありがとう。どこだ。これわかんないね。ちょっとこれはそんな難しい謎解きでもないと思うんですがね。なんでしょう。積んだか。いや積んではいないでしょうけど。どこだこれ。何ミドナがなんか上からあれとかじゃないの。積んだな。いや積んでない、積んでない、積んでないはず。でもなんでこれ、どこにいるんだ。もう一匹ね、なんかね、玉のね、マップで表示されてますよね。なんでこれで。ね、なんかさっき体当たりしてね、なんか一匹ね。そういや、前々から聞きたかったんだけど、はい、よくわからないけど、ものすごくおまぬけなギミックなんやろな。そうなの。何前々から何ですか。それはあの知ってる人には分かるネタですよね。分かんないんだったら分かんなくていいですから。どうしようこれは。これなんいつまで犬じゃなきゃダメなの。もうちょっとです。もうちょっとです。この玉、ね、玉集めたらね、ドラゴムリみたいに願いが叶ってね、人間に、ね、光の精霊を助けてやらないことにね、この世界もトワイライトのままだからな。早く光の雫を集めて、光の器を満たさないとどうなっても死なないぞ、コク。ね、いや、ちょっと、これ後回しにする後回しでいいのかな。もうまあいいや。黙って下ネタ的な意味、違います。もっと感情込めて。ごめんなさい。これでこっち、ここ、帝王の願いって幼女のパンティください。違いますなんで幼女なんですかね。100歩譲ってね、パン作れって言うならまだしもねえ。じゃあいらないの。いらないですよそんなね、布切れもらうんだったらね、うん、はい。延長何が延長する。待ってください。延長するのって、だってこれ2時間半撮ってるでしょ。延長はしませんよ。びっくりした。1時間しか撮ってないから。延長ってね、だって延長できてもね、せいぜい30分ですよ。ねえ、どうせ10時からね、ディネね、もう予定が埋まってますからね、後ろ使えてますから、延長できても最大30分もいいでしょうね。10分ぐらいしか延長できないですよね、展開次第で。逆に2時間半で終わろうという気持ちがせこいな。なんで気持ち、せこいって意味がわかりませんが、なんでせこいって言われなきゃダメなの。これこっち行きなんかイメージしてたゼルダと違う。そう、いや、序盤だけですよね。なんかね、ただ。ちょ。こっちは何もないよ、ね、宝箱があったとこですか。よし、そこまで言うなら6時間やっちゃうぞ
ならんかね。何？え？だって、やっちゃうぞって言ったって、ただね、予定がね、もう10時で予約枠取ってますからね、そんな、ね、そんな一時の感情でね、そんなね、予定変えてね、そんなことしたらね、で、ね、この後やる、ね、ギレンのリスナーさんにも迷惑でしょ、それこそ。ね、1日2時間半ってことでね、決めてやってますから、申し訳ないけど。いるかな、ここ、あ、いたいた。ギレンのリスナーさん、わらわら。ね、なんで、わらわらっておかしくない？ねえ。ただでさえ D ジェネかぶせられたからな。ね、などと意味不明の供述をしており。何が意味不明ですか？どこが意味不明なんですかね。ギレンのリスナーさんって存在するの？そんなことはないですよ。存在してますよね。それこそ、ギレンのリスナーさんにね、もう申し訳ないですね。そんなこと言ったらかわいそうでしょ。やめて。ね、言って、ね、僕の配信見に来てくれてるリスナーさん。ギレン見てるんだよな。ね、そういう人だっているんですかね。いくらね、そのね、あれですけど、あんまりそのね、自分が興味ないゲームのね、その、ディスね、ゲームをまだディスるならまだしもね、リスナーさんをディスるのはちょっと やめてほしいですよね、さすがに。あれ溺れちゃった。何これ、ダメなの、どうし、なんかごめんね、ちょっとね、そういうのやっぱり、くそんなことだろうと思ったよ。こんなの見るからに素直に通れそうにないもんな。さて、どうするのかな、どうするのって。何、お前がなんか運んでくれるの、謝ってるんと違うんで勘違いしないで、ね、いや、分かってますけどね。でもどうするのこれ、溺れちゃうじゃん。どうするのこれ。ギレンにて、今の段階で作れる最強の機体って何？という質問で NG にするわけですね。いや、それはたまたまそのタイミングであって、そのコメントでってことはない、ないと思います。こりゃ明日は核戦争だな。いやいやいや、なんでまっとうなこと言っておかしいんですか。はい、分かってるよ。いや、はい、どうも、まさぽんさんいらっしゃいませ。どうやっていくんですかね、これ。ダメ、いけない、ダメ、何、え、ねえ、これ怖い。ミドナがなんかしてくれるんじゃないのかね。ダメ？もしかしてさ、あれ取ってないからダメってこと？なんかね、一つだけ取ってないからこれ、なんかミートナが手伝ってくれないとか、やっぱりさっきのとこ、取んなきゃダメ？どうしよう。帰った方がいいのかな、一回。これは60時間コースですね。そう。ね、頑張りますから。ちゃんとクリアまでやりますから。ね、諦めないでね。ね。ここな、なんでしょう。なんでここ、ないのかな。ね。ここはなんかある。でもね、お金でしょ。お金っていうと、マップの点は何ですかね。え、マップの点がそのね、なんかその、あ、マップの点がそのこのなんかね、雫のありかっていう話なんですが、ねえ、どうしよう、これ。どこで何すりゃいいんでしょう。あと一匹いるはずなんですがね。帝王の声から覇気が感じられないのは必要ですか？そう、なんで？僕基本的にテンション低いですよ。ねえ、そういう方なんだろう。なんでしょう。
特に、うん、ね、メイドナも飽きで声出しちゃってるけど、これどうしないんだ、なんでここがわ、どうしてここからなんかする、ここは行き止まり、ああこっからか、こっからか、あそこにも入れそうだな、ここか、でここで多分いるんでしょうね、こん中に、ね、え、何聞く、何、え、なんでこの虫、このやつ見たことないぜ、ごめんなさい、でかすぎだろう、あれね、気持ち悪い、くそ、こっち来んね、早く消えてくれ、あ、いたいた、ねえ、低音、野良城さん、低音、黄昏れるってよ、はい、うん、黄昏れてます、はい、どうも、ねえ、あれ、広告、ありがとうございますね、絶対こっち来んね、早く消えてくれ、これでやっつけて、うんね、あ、あれいきなり死んだ、うわー、なんだね、意味わかんねえ、いやいや別にそんな難しく考えないだろ、これで、あの虫外にはもっといたりするのか、嫌だな、しばらく中でじっとしてよっと、でどうやって帰るんだ、どこだ、どっから登りゃいいんだ、どっから出りゃいいんだ、出口は、ここじゃないでしょ、あれどっからさっきね、なんかこの作品ってリンク出ないの、え、リンク出ますよ、もうちょい待ってくださいね、ちょ どっから登るんだ、あれ、あ、こっからか、こうか、で、こうか、もう、これで大丈夫ですか、トワイライトってどういう意味、黄昏って意味じゃないですか、ねえ、まあ、黄昏がね、何って聞かれたら、僕もさあ、わかりませんって、それしか言えませんが届いたの、はい、届きました、一応ね、何あの、ね、ごめんなさい、ちょっとどう、あのペルソナ2と、大丈夫なの、え、職質されない、なんでなんで黄昏れて職質されるの、それは分かったんだけど、帝王が黄昏れるのだけはマジで意味わかんない、なんでなんで動揺したの、え、違います、いや違う、あーねーね、ど忘れしちゃったから、だからペルソナ2と、ときめも一応届きましたが、まあやっぱりまだ今のところね、あのマサポンさんがね、あれしたね、牛の極みね、牛がごとくは、まあまだ来てないです、ちょっともうちょっと様子見ましょう、はい、そうなんでね、なんか大人になった南條くんが出るとかね、そういうことは聞いたんですが、どうでしょうね、はい、197個目さんいらっしゃいますよ。これどうするの、ねえ、ほらほら、どうするつもりだ、森の中を突っ張りすぎるわけにはいかないんだぞ。え、木の先で行けそうなところがないか、よく探してみるんだろう。そのうちもっかいリストに上げてみて。まあ、もうちょっと様子見ましょう。もしこれでね、なんかね、今リストに上げて、万が一ね、誰かがね、実は買ってたって。
え、劣化してるの？どこだ？どこ行きゃいいんだ？あ、こっち行けるってことは、ここ？うん、ほら、そこからね、ね、渡ってみるぞ。ここもまた、うん、でこの辺になんかいますよね。あ、いたいた、うん、ちょ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 、あ、いや、まだいた、まだいた、どこにいる、いたいた、うん、届け、届け、届かんじゃん、届かんじゃん、痛い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 、ちょ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 、でいいのかな、これで全部、あと4つ、で、なんか、あ、ここも、うん、これむ、ね、操作難しそうですけど、ただ A ボタン押すだけですからね、実は大したことないっていう。で、ここにもなんかいますね。どうでしょう。あ、いたいた、あ、いたいた、掘ればいいのかな、出てきた、ほらほら、あ、やっつけた、ちょっとあれ、さっきやっつけ、やっつけた、あ、こっちか、ぴょこんぴょこん、で、いって、ん？今なんか、ん？これか、ね。この先森の神殿、鑑定がついてますか？油の給与はこの先の無人販売所。あ、また来た。またか。今日棒読み遅れてないね。え、そうは分かんないっす。いや、別に何もしてませんけどね、こっちは。ニコニコ側の問題じゃないんですかね、分かりませんが。僕がどうこうじゃなくて、やっぱり運営側の、と思うんですが。まあ、分かりませんが。てぃ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 。あと2つ。あと2つ。どうもここの枠だけいつも遅かったんだよね、はい、そうなんです。いや、わかんないです。なんでしょうね、僕のせいかもしれませんが、ねえ、あ、いたいた、ねえ、ちょ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 、ねえ、オッケー、あと1匹、ねえ、これか、ほら、ウエオの体重が重いから重いんだよ、はい、だよ。は、生主の体重が配信のね、その重さと影響するってね、その具体的な根拠を提示してください。あ、なんか喋ってる。もしかしてウエオのパソコン低スペ？かもですね、そのせいですかね。助かったの？もしくはね、回線速度が遅いか。ボスがおかしくなってから化け物だらけで怖いわ。村の子供たちが連れ去られるのも、見ちゃったし、森の様子がおかしい。一体どうなっちゃったの？とりあえず取りましょうか。あ、集まったね。これで
光の器が雫で満たされこの地に光を取り戻した。これで彼の領域が終わったと。ああ居心地よかったのに、まったく光の世界の何がいいんだろう。くくく、またな。これでね、何これ、何これ、何でしょうこれ、何これ、何の生き物、これこそ化け物な気がするんですが、私の名はヒローネ、ねえ、ハイラに集う光の精霊の一人であり、神々の命によりこの森を守りし者、嘘くせ、うさんくさい、ね、勇猛なる若者よ、光の人々が魂となる彼の領域トワイライトで、あなたは歯を決めの獣と化した。え僕犬を話せません。豚子ならなんとかいけるんですが、しかしそれは兆し、あなたの中に眠る神に選ばれし者の力の、目覚めの兆しだったのです。見るのです。目覚めし、その姿を。あ、戻ってる？もしかして。てか、なんかダサい緑の服着せられてますね。リンクは犬に帝王は豚になってしまった。ねえ。身にまといし緑の衣はかつて神に選ばれし、いにしえの勇者のもの。でもね、最新のゼルダだとね、緑じゃないですよね。青い服着てるんですよね。それがあなたの持つ本当の力。全クリじゃないです。あなたの名は帝王。神に選ばれし勇者。なんでこいつナイトキャップかぶってるの？わかりません。勇者帝王よ。この森の奥にある神殿には、黒き力が眠っています。それは古代に我ら光の精霊によって封じ込められた禁断の力。勇者の名前にしては薄っぺらいな。気のせいですよ。本来それは光の世界の勇士者たちが決して触れてはならぬもの。しかし彼の王より、この世界を救うにはその力が必要となるでしょう。もしあなたがその力を望むなら、この森の奥にある神殿に向かいなさい。神殿に向かいなさいって、もっとね、行けって命令すればいい。じゃあなんかくれるの？ね、自分の手なんか見てあって、僕の手はそこまで臭くないですよ。多分、匂いとかしないはずです。ふーん、お前が勇士だからあんな獣になったんだっていうね。確かに残念だな。手の名前は足だもんな。手の名前はひずめでしょ。ひずめじゃないです、手ですよ。残念だな。みんなと同じように何も知らずに永遠に魂として通してさまよっていた方、本当は幸せだったかもな。で、どうする？神殿に向かうのか？生命線長いの。いや、あんまり長くないです。ちょうどいいや、私もその神殿に用があるのさ。なあ、お前、仲間を助けたいんだろ？もしかしてその神殿の中で助けを求めてるかもしれないぞ。褒めてます。まあ、せいぜい頑張りな、神に選ばれし勇者さん。くくく、またな。じゃあとりあえず何行かなきゃいけないんでしょうね。もうすぐ肉にされてパック詰めされちゃうから短いよね。そんなことないと信じたよ。まあいいや、とりあえず行きましょう。しょうがない、行けと言うなら行きましょう。1時間15分かどうかな。ほら、何でしょう、何、さて、ようやく私がくれてあった武器の出番だな。
分かってると思うけど、線はリモコンを振る、縦は Z で防ぐんだね。大きなお世話だ、クククありがたく使えよ。 Z で構えてね、で慣れて弾ああね、まあいいや、どうしよう、こんなにいちいち相手にしてるのめんどくさいですね。ちょ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 話せ、どうやって話してくれるの。よく考えたらあれ、これ鍵は、そういえば鍵ね、鍵がないと先に進めないって。いや、私が親の前で下打ちしてたら背筋凍った。なんで。はい、どうも219個目さんいらっしゃいますよ。これどうどうしよう、鍵ってどこ行っちゃったの。あれ、やっぱりとある村の兄さんっすよね。似てるなーって思ってたんですけど、一瞬あまりにも格好が違うから一瞬分かんなかったっす。まあ機会あれば使いますよ。そうそう、最近この辺物騒だから気をつけてくださいね。化け物も増えて怖いから神殿の道も閉じちゃったんすよ。あ、でも兄さん、また奥に行くんすかね。まあその格好なら大丈夫かな。じゃあはい、これお前か。お前が鍵をあれしたんか。そうそう、洞窟を抜けた先の森、最近で霧がひどいんで明かり必須っすよ。鑑定は大活躍間違いなしなんで、油はいっぱい持っていった方がいいっす。あ、どうも行ってらっしゃいませ。はい、ちょうど今だけお一人様1個限定油入り瓶を販売中なんですけど、どうすか、100ルピーでどうすか。欲しいけど買えないんですよね。兄さん、そりゃないっす。この間鑑定はタダであり、いや、お金な、いやね、お金あるけど、油だけでも売ってますんで、またいつでも買いに来てください。買い物禁止縛りとかやっちゃったからね、買えないんですよね。そっか、ここでもお金ね。ねえ、残念。瓶欲しいですけどね。ねえ、やっぱり。いや、意外ときついかな、買い物禁止ね。え、ねえ、あんまりそんなにいなくてもって思ったんですが、まあなんとか頑張るしかないでしょうね。どうかな、買い物しちゃおうぜ、しようぜ。まあ本当にダメそうだったらあれしますけどね。まあね、まだ積んでもいないうちからね、さすがに縛り解禁するのもどうかと思うんで、まあ、いや、やれるとこまでやってみましょう。ねえ、なんで、こっち？ゲームの中で暗い買い物しろよ。縛りがなきゃね、やれたんですが。お渡ししてもいいのよ。お渡し、そっちの方が。今まで散々不正してたくせに。ね、不正してないでしょ。ねえ、そこまでってか、ね、お渡しの方が絶対積む可能性高いですかね、僕にとっては。人生プレイしてもいいんだけど。そう、ここであれですよね、その、ただどこであれすりゃいいんでしょうね。これ油切れたらどうするんですかね。テオのノンコンティニュー縛り無理です。無理です、僕には。でもこれどうでしょう、どっからこっち行きゃいい、直接行きゃいけますかね。ねえ、でも、なんだこれ、ねえ、鑑定、あ、取られた。何してくれてんのこの猿。してません。してません。229個目さんいらっしゃい。
僕は不正とはね一切関係ないあれですから。あ、なんであいつ読んだらゲーム終了とかやで、ね、ほらお前がボケっとしてるから鑑定そろ取られたじゃないか。死んだらね嫌で嫌ですよね。ちょお前返してた大丈夫よね。どこ連れてくつもり、ついていきゃいいの、ね、そういえばさ明日12時から親コータがときメモ配信するからどんな感じのゲームか見てみたら、はい、いや今日も昼間ちょっとやってませんでしたねコータさん。まあまあね、なんか僕ゲームセンター CX ってちょっとねあれね見たことあるから全くってことじゃないですけど、どうすんのこれ、うんうん、どうすんの、うんうんうん、ちょ手を借りたいんだから違法のやつでみたいな。何何手を借りたいんだったら違法のやつでみたいな。はよ、案内して。はいはいはい。ドラクエって今日どうだった？はい、今日達成しました。はい、今日終わりました。帝王の悪魔の実が出たらちょちょちょとかしてませんよ。とか言ってしまいそう。ちょちょちょ、これどうすんだ？これどうやって話せんだね、だね。これ話せ話せお前。話せ、これどうしないんだよね。また、ちょっと、ごめんなさい。ああね、YouTube、ちょっとすぐは無理だ。ちょ、これ、どうしてちょ、ねえ、これ、もう、あんばか。なんかリモコンおかしいんですよね、このリモコン。リモコンかヌンチャクがどっちか壊れてるか知らないんですけど。そうですね、半年強ですね。ねえ、なんか急に反応しなくなっちゃうんですよね。もう盛り上がりますよ。だって開始ね、開始10分足らずでね終わっちゃいましたからね、うん、まさかのね。ねえ、起き上がった瞬間見た人本当にね10人いませんでしたからね。10分笑い。ねえ本当にね、いや冗談抜きで本当ですよね。なんでつまらない終わり方させたの。させたも何も、だってモンスターが起き上がる起き上がらないね、そのね運次第で。ちょまたこれなんでしょ、これもうちょっと壊れてんのかな。ちょっとこれ本当に死活問題ですよね。ちょ動かない。これなんでしょ、これなんかこれ本当ちょっとモンスターのせいにしないで、死んじゃった。ちょ調整したらよかったのに。あそこで家にすればもう一度遊べたのに。何を嫌ですよ。そんなことやってもあからさまですよね。マリオさんはどうだったの？これで下手なプレイしても言い訳できるね。いやいや、本当にでもちょっと今これおかしいんですよね。本当ヌンチャクかな、リモコンなんですかね、もう。別に本当にそんなわざとやってるわけじゃない。マリオ3はちゃんとクリアしましたよ。ねえ、ちゃんと最後までね、アイテム禁止とワープ禁止、ね。帝王は不正の帝王だから、帝王なんやな。だなんで僕不正ってそんな言われるんですかね。一生懸命やってあれして半年間も頑張ったのに不正って。ねえ、それが一番ねな悩ますよね、本当。ね、達成しても不正、ね、何なんでしょうね、僕の努力って。はあ、すぐすねる、わらわらおめでとうやで。ねえ、そういうふうにね、まあ言ってくれれば分かりますけどね、不正ってネタでもね、さすがにそんだけ言われたらね、悩ますよ。帝王はっきり言って不正に意味はない。あ
ただ不正って言いたいだけ。言ってほしくないんですよ。かわいいやつだな。何がかわいいですかね。はいよ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 、どうよお猿さん。まあよかった、これカンテナの燃料が足りるかなって不安だったんですけど、でも最後までやりきったのはすごいで、おめでとうやで。なんかまあでもってのが気になるし、知りません。いや番組あったのは知ってますけどね。油切れてしまったらどうすんの。油切れちゃったら使えないじゃないですかね。これ何でしたっけ、お店の紹介ね。カンテラないんですけど、無料でなんか補給できるとこあるんですかね。またこれ本当にちょっと冗談抜きで、これマジでやめて、ちょっとこれマジでやめて、これマジでやめて、ほんとちょっとマジでリモコン電池切れるの。何、手をおめでとう叩いた後で持ち上げると機嫌になるからちょろいな。もういいですよ、何も言わなくてもいいですよ。これなんか橋がありますよね。なんでこんなところに橋が。もうプレイもぐだるし、なんかいる猿。ちょちょ、なんでちょちょちょって。あわわ、なに、お狼、もう敵かかってこい。ってなったらあれ、精一杯やってんのにな、はい、ひどいよな、ね、本当ですよね。言って半年間ね、うわ強そう強そう。ドラクエ終わったら不正ネタなくなるね。だといいんですがね。あちょちょやられた。有な危険に力を宿らぬ、何何、運命に翻弄され勇者になった身とはいえ、今のお前の力ではその緑の衣が泣くわ。有をなし力を得んとすることは、すなわち力を得有をなすこと。お前が真の勇気を得てこの未曾有の危機に瀕したハイラルをその手で救いたいと願うのならば、やめて、あんまり言うなら NG ぶっ込ますよ。我が王子その身をもって習得するがいい。何も技を教えてくれるってこと。王子とどめ、生命力あふれる敵は大打撃によって意識を失ってもまたすぐに持ち直し立ち向かってくる。とどめとは意識を失っている敵が活力を取り戻す前にその息の根を止める必殺の武器。敵が意識を失い倒れた時、すかさず絶対注目をしながら栄養し超高く舞い、最後の一撃を与えるのだ。息の根を止める好機が訪れた時、お前の目にもとどめの合図がはっきりと見えるだろう。さあ私にやってみせる。ねえとどめ、とどめ刺したのに起き上がるじゃん。なかなか鋭い一撃だった。とどめの機会見逃してないぞ。大地の王子とどめ、確かに伝えた。第1ってことはまだ王子がいっぱいあるんでしょうね。王子その1、とどめを習得した。激しい負傷で敵が倒れた隙に Z 注目しながら A で必殺の一撃を与える。まあこれは簡単そうですね。お前に伝えるべき王子はまだ6つある、6つもあるの。だがそれは気高き獣の精神を備える勇者の血族だけに受け継がれるもの。どういうこと。力を得て勇を磨き、あ新たなる脅威を打ち砕くためにさらなる力が必要となった時、獣の精神を呼びかける風の音が聞こえる
石像を探し出し、再び私を呼び起こすがよい。優な危険に力は宿む。この言葉を忘れるでないぞ。さらばだ。まあよくわからんけど、またどっかで覚えなきゃいけないんでしょうね。くそ。まあいいや、行きましょう。どうしよう。1時間半か。どうでしょう。どこら辺まで行けますかね。あと1時間。ダンジョンクリアできますかね。落ちたと。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。やったことないから分からんけど、ここ、あと1時間でクリアできると思うよ。そうですか。ただ問題は違う、違う、違う。これカステラ火が起こせないじゃん。火が起こせないじゃないですかこれ。なんか方法ないですかね。火か金以外にないのかな。カンテラであれ燃やさないとダメなんですよね。ね、カンテラ、ね、さっきのあれで消えちゃったし、ね、できるできる、気持ちの問題だよ。どこでクリアとするかも気持ちの問題。そう、いや、それでこれでクリアじゃね、さすがにリスナーさん納得してくれないでしょうからね。はい、どうも260円コメさんいらっしゃいますよ、ね、ダメ。あ、どうしよう。油鑑定、こいつどうしよう。逃げたら。どうしよう。超こっちこっち、お金入れてちょうだい。どうしよう。お金入れなかったんですが、どうなんでしょうね。泥棒しちゃったけど、いいんですかね。お、帝王本来の姿に戻ってんじゃん。泥棒最低だな。しちゃったね。しょうがないでしょ。ね、お金を使っちゃいけないんですから、こんなことはしたくなかったですがね、世界を救うためにはね、多少もね、窃盗もやむを得ずでしょ。ね、通報していい？どこに？夢見る島なら名前変わってた。あ、そうなの？ね、怖いですね。帝王。はい、いくらなんでも犯罪だけはしないと信じてたのに。見なかったことにして、これだけはね、縛りのためにはどうしようもなかったんです。許して、ね、あ、なんかいる。あ、なんかここにありますね。なんかいかにもって感じがね、なんかありそうですね。おまわりさん、こいつです。ね、ツタもあるしね、これいかにもって感じでしょうね。っていうね、僕じゃなかったら見逃したっていうか。いや、ちょっと待った。ポインターがダメかな、なんかちょっと。これちょっと何でしょうね、センサーのせいかな。ちょっとねえ、ちょっとセンサーバー壊れてんですかね、うちの。ちょっと反応しないですもんね。どうしよう。これねえ、ちょっとセンサーがなんで反応しないんでしょうね。リモコンが壊れてるの？どっち？ヌンチャクが壊れてる？ねえ、もう反応しないですもん、これ一回あれしたの。ねえ、
あ、これであれした。ちょっとね、帝王応援団行くぞー、テインテインテイン、ハエテインテインテイン、それテイン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 、ポコテイン。これなんでしょう、何の意味だ。なんかしばらく振りだな、帝王応援団。そうですかね、キルピー。ただそれだけ。せっかく頑張ってあれしたの。応援してる人もいるし、元気出してあげて。また猿がおらしいし。諦めないで。いや、諦めてありません。あ、猿さん、ね。え、なんだこいつら、鑑定は取りやがった猿じゃないか。ほら、お前のこと誘ってんぞ。モテる男だね。クククク。誘ってんの。マヤミキ、諦めないで。いや、諦めないで。やっぱりホエムじゃないか。どうなし、いや、これメスでしょ、この猿。メスでしょ、この猿は。ね、なんか鼻つけてるしね。ね、さあ、どこまで行けるかな、ね。相手が猿でもいいとかどうなの。いや、誰も僕そんなこと一言も言ってませんよ。ね、なんか不気味な音が聞こえますが。帝王はメスなら猿でもいいってこと。違います。ここの男性入り組んでて嫌になってやめた重日であるわ。え、そうそう、鼻つけてたらメスなのか。あー、これ、そっかそっか。ちょちょ、どうするんでしたっけこいつ。あ、あれこいつどうするんでしたっけ。ねえ、ちょあれこいつどうするんでしたっけ。あれこいつどうすんでしたっけ。あれちょ、ね、ちょまた動かないね、これもう。静止力悪いな、何でいけないんでしょうね。もうやつだ。さすがにこれぐらいは覚えてるだろ。え、茶番がすぎるぜ。いや覚えてないですよ。どこ行きたいんでしょうね。なんかやっ、バカみたいに食材で取り囲んであるけど、ここは祭壇か何かか。ってお前に聞いても知らないよな。確かになんかね、食材がね、これ見よがしに置いてありますね。ね、いかにもね、なんか明かりをつけろって感じのあれですな。なんかいかに持ってる。あ、ね、足場ができましたね。穴があれば、ロベ、イス、オッケー。ラブイズオッケー。ダンジョンマップに行った。緑の部屋行った場所。ね、いや、待ちなさい、お猿さん。そんな慌ててね、あれしてもしょうがないね。じっくりね、なんか何か大切な探索しながら、表に出ちゃいましたね。風が吹いてる。お猿さんにとりあえずついていけばいいのかな。なんだ、なんか変なのがいる。何、ブーメラン、ああ、切り落とされた。
あら、え、なにこいつ。こいつがボス。うわ、赤い。赤い牛。どうすんの？案内してくれたけどね、切られちゃったじゃん。ねえ。また来いって。え、あ、なんてこと。なんだよ、こいつは仲間割れか。ああ、この先には行けなくなっちまったし、とりあえず戻るか。赤いお尻って発情期じゃなかったっけ。そうなの？オスでしょ、でもさっきのはね。なんだか知らないけど、こいつ案内してるつもりみたいだし、ついていけばいいんじゃないの。ついていけばいいんですかね。はい、ついていくよ。で、次はどこ。ん？ちょっと待って。なんかね、ありますね。いかにもって感じの。ねえ、ちょっと待って、でも、ねえ、ポインターが、なんでしょうね、これ。ポインターが、なんでしょうね、リモコン、ヌンチャク壊れてるんですかね、ほんとに。せっかくな、ねえ、ゼルダっていうか、Wii のゲーム。何が壊れてるんでしょうね。ああ、もうちょっと。なんとかしてよ、もうちょっとこれ。何がいけないんでしょうね。まあいいや、もうちょっと、やめよう。宝箱は見なかったことにしよう。何これ。ジャンプで。あ、こういうことねえ。なるほど。でも真っ暗ですね。何も見えないわ。あ、いた。なんかいた。あ、ちょちょ、なに、爆発しそうなね。なんか、うん、ね、あ、爆発したん。どうでしょうね。あ、せっかくいた。あ、ちょっとまた爆発。何これ。ふう、何これ、何このキモい鳥。と鳥なんかどうかもしれないですけど。ふう、やっと出られたわ。もうね、おけつがきつくて出られなかったのよ。なのにちょちょちょろくに言わないのはなしじゃないか。はい、なんで怖い。ねえ、おかげで助かったわ。ありがとう。気持ち悪い。うん、でも これアクションゲームっていうよりね、アクションアドベンチャーですかね。だから謎解きの方があれですかね。おばちゃんはね、ここで探し物しているの。お兄ちゃんもここに用があるの。だったらしばらく一緒に行動しない。おばちゃんってこう見えても結構使える女なのよ。なんか結構危ないワードですけどね。お兄ちゃんがここから出たくなったら、お外にワープしてあげられるんだから。だからね、お荷物なんて言わないで仲良くしてね。おばちゃんが仲間になってダンジョンで使えば、外にワープしていつでも使った場所に戻ってこられる。ね。B にセットして B で使う。そういうこと。大切だから本当は RTA 並みの時間でクリアできるくせに。何タイムシフトリセッター。中卒です。6分で仲間。帝王が一番冷めてた。え、何タイムシフト見てきた6分でね。うん、ね、本当に。あれはちょっとね、いくらなんでも。なんででしょうね、本当ね。ああ、ここか。カンテラ。これで、こうしたこっち。400時間と早いな。てか2回目だったのかよ。やばいな。忍耐力あるな。ねえ、あ、違う。パチンコか。違う。これなあ、これで打てるの。どうやっていった。届く、ここ。あ、届くか。届く。おいでおいで、おいでおいでって言っても、鍵ないでしょ。
婚約業務会もやった人日本に何人いるのかな。さあいるんじゃないですかねえ。どうしよう、鍵ってでもどこで鍵手に入れないんでしょう、こっちねえ。何これ宝箱、あああるけどねえ、あれだし、鍵どこであれすりゃいいんでしょう。鍵ってやっぱさっきのとこ、さっきのあれもしかしてねえ、あの入り口のあそこに受けたあのたあれでないとダメなんですかね。あれがまさかねえ鍵、あまずい、落ちた。これねポインターがちょっとすいません、ちょっとお待ちください。ちょっとポインターちょっとセンサーもちょっといじるね。ちょっとマイク切ります、お待ちを。マイク切ったふりしてトイレ行ったな。本当にメスザルで抜くのか。ああすいません、お待たせしました。違いますよ、ちょっとポインター、これどうでしょう。あそこでねえ、ちょっといまいちやりづらいけど、ちょこれ切れない、もしかしてねえ。これダメ？パチンコじゃ切れない、この糸、もしかして。ダメですダメか、もしかしてパチンコじゃないか、切る武器ってねえ。違う、こっち、こっちか、じゃあ鍵はどこで手に入れればいいんでしょう。あれここなんかある？なんかありそうですね、なんか。ただこれだけ？これで何かがあるとかじゃない。ねえ、ここは分かってんですけど、まだだし。鍵はどうすんの？ここ？あ、こっちか。こっち行ってないでしたっけ、まだ。
感じですね。でもこっちってなんか見えてもな、ダメ、いけない、いけないですね。しょうがない、帰りましょう。これで一応物は手に入ったし。全く盛り上がってないな、はい、なんでそんなことないでしょ。これで、だってゼルダのゼの字もコメントにないよ、はい、知りませんよ。ゼルダのゼの字もコメントにって言ったってねえ。ああ仲間がいるのね。どうしようこれ、どうすんでしたっけ。あ、あ、壊れちゃった。僕が重いから、僕が重いから橋が壊れちゃった。いや、そんなことはない。きっと、あの橋がね、寿命だったんでしょう。きっとそうだ。で、お猿さんがいるけど、これ、どうすんの？ね、体当たりでした。さらに。何が不正な畜生で、お猿さんを助けたらこっちに来いと不正そういうこと言わないのねチートもう、いや、やめてよもう。あ、これでか、渡るのかどう。あ、あ、ちょっとて、え、意外とタイミングシビア、うんね、サルと綱渡り、サル渡り、ね、どうあーダメ、あれでも遅い。ちょっと何、リモコンだから何、ボタンの反応にラグがあるってこと、どういうこと、うん、ちょっと なんでダメ、もっと慎重に行かないとダメですか。どう帰ろう、帰ってどこ行くの、ね、これは帝王が不器用なのかコントローラーが悪いのかどうわかんないですどっちが悪いんでしょうね。眠くなってきたから面白いこと言ってください、はい、面白いこと、いやあんまり面白いことは、あ、溺れない。え、お猿さん泳げるの、泳げるのすごいですね。てか、え、どっから戻りゃいいのこれねえ、言って、あれどっから戻ればいいんだ、あ、こっち、いいんですかね、一番最初のとこに戻ればまずいな、あと30分どこら辺まで行けますかね。ねえ、一番いいのはね、気力ダンジョン攻略まで行ければですよ。で、ね、これでどこ行きゃいいって、ね、こっちとかはこっちも行けるってこと。どう？カンテラか。これでどこ行きゃいいのかな。
爆弾になった。あ、これもしかして、確か持てるでしたっけね。で、これをこうやってポーンと投げたら。ダメ？あれ？ちょっと待って。あれ？これな、何でしたっけこれ。え、敵じゃないの？わかんない。わからん謎は後回し。どう見てもトランポリン、はい、あ、トランポリン、トランポリン、これ渡れない、ダメ、待っててずれない、風吹いてもね動かない、ダメですね。ああ、ずいぶんね、来た来た。来たけど。ちょ、いきなりびっくりさせないでよ。ダメですね。この状態じゃダメだ。足が横にね、逆ですから。僕行けない。トワプリは名作だよな。うん、ね、名作ですよね。ダメです。ここはまだ行けないところみたいです、ね。そうしたらどうすればいいんでしょうね。え？止めない、あ、ウィーブ持ってるから買い直したくても高くて手が出ないわ。そう、ああこいつ何、ああなんか宝箱とかある人どうすりゃいいんでしょう。え、ウィーブ持ってるから買い直したくても、え、なんでウィーブ本体あるんだったら何、トワプリゲーム出てんじゃないですかね、そんな高いのゲームソフトっていうかね、これ来たとこでしょ。え、これどうやってやっつけんでしょう。なんか爆弾をどうすんですかね。爆弾でなんとか。中古が割と高いんよ。ね、思ったよりか。そうなんだ。ね、ダメだ。間に合わんな。どうすりゃいいんだ。どうすりゃいいんだこれは。あー、なんか思い出した。あー、そういうこと。なりりゃいいのか。ちっちゃいね。で、多分ね、こっち。え、間に合わんじゃん。え、間に合わないじゃん。え、ここに投げるんじゃないのね。あれ、これどうすんだ。え、でもこっからしかね、あれでしょうけど、ね、こっからじゃでもどうすればいいんだ、こうか、あ、こうか、あ、とりあえずこっち食わせるのね、中途もね、でここが死んでどうなるの、このやつが死んだけど、このあれが死んだ。でって話なんですが、死んでどうなるのって話ですが、ここやっつけて、なんか
ね、いかにも爆弾で壊せそうな、あれですけど、爆弾まだないですからね。こっち、こっち。カウンテンじゃない、バー。パチンコで、ね。これでここ登れるの？登るの？登る。これで、ちょっと待って。お前はなんかね、なんかいかにもっていうか、って。あ、ちょ、変なとこ落ちちゃった。ああいうね、制限時間あるやつ敵大嫌いなんですよね。じらされるっていうかね、なんかせかされるみたいだよ。ね、これでまたやり直し。あれですかね、さっきのここで、あれなのかな。ほら、こうやってすぐね、あれしてね。で、投げると。あ、落ちた。なんでかわいそうじゃないでしょうね。さっき僕くね、あいつに食われたんですから、かわいそうじゃないでしょう。どっから来た？迷子になりますね、どうしても。これでこっち行って、でジャンプのどしどしどしよ。リンクは生きてるけど、あの花はもう、はい、いいんですよ。あんな花また生えてきますよ、僕からね。で、ああ、さ、また猿だ。いや、しかもでも鍵がある。鍵ないんですけど。あ、鍵ある。なんだ、あるじゃん。あ、な、なに？今、な、なに？なに？なに？爆弾、なに？え？花が食っちゃったけど。何あれ、どうやって倒すのねえ。なんかいかにっていうかね、倒せばいいんです。ダメですね。ちょっとね、あの正候補が無理だったらね、こうやって、ユーチューバー目指すんですか？なんでユーチューバー、何のこと？はい、どうも。はい、ちょっとごめんなさい、コメント見えないけど、あれですが、あ、ダメ、入んないとダメですよね、多分。はい、どうも。310個目さんいらっしゃいませ。トアクリやってますね。なんでこれ拾うのがちょっとすごいめんどくさいね。チェーンで切らなきゃダメだし。ねえ、早く、急がなきゃダメっていうのに、なんでこうやって、ああ、もう、まただ。もうちょっとでね。YouTuber はソシャゲとかやってるイメージあるわ。そう、ああ、ねえ、多分そうでしょうね。僕ね、スマホ持ってないから無理でしょうね。はい、落ちた。死ね、ドボン。はい、エミュでやればいい。はい、何を？エミとかあんの？ス
マホのっていうかソシャゲのねえ、これでこっちの猿を助けてやればいいんでしょう。はい、ということで3匹目助けて、ちょっとすいません、ちょっと トイレ行きたくなったんで、ちょっと休憩します。ちょっとマイク切りますね、ごめんなさいね、少々お待ちを。ポチッと。またかよ、なんだしてるんだろう。リスナーに対しての愚痴でしょ。ああ、はい、すいません、お待たせしました、再開します。何出してんだろう、リスナーに対しての愚痴でしょ。別にそんなね、そんなことためにわざわざトイレとか行くわけないでしょ。ね、うん、で、これで戻ればいいのかな。わこてよ、4時かするなんてひどい。何か、え、何いいよ、4時かすなんてひどいな、もうどういうことか、ね、すっきりと、そりゃトイレ行ったからすっきりしますよ。うんだよね、こいつは。これでどうでしょう、帰っていいんですかね、今行けるとこね、これし、ここしかないですもんね。で3匹あれしてどうすりゃいいんですかね、こっち行くとか。でも3匹でしたっけ、4匹じゃないとダメだったような気がしたんですがね。ねえ、お猿さんだけどね。あれ、じゃあどこだ、あと1匹どこか猿を助けないとですよね。こっち、まだ行ってないとこありましたね。どこにあれすればいいんでしょう。さっき行ってね、ダメだったし、こっちじゃないでしょ。でもここ行ったしね。あそこの部屋も通ったし。
こっちからここ、え、こっち行ってない、あれ、行ってないですけど、これ爆弾ですよね。爆弾どうやってここから調達すりゃいいんでしょう。爆弾爆弾、でもこれ届くかな、ねえ、通れない、ね、こういうね1秒ね1秒争うとこでね、そういうでもよく考えたこれねえねえ、あ届いた、あ届いた、あ届くんだ、よし、ね、ここでこれでいってここにも捕まってるお猿さんね、これ最後の一匹、これでとりあえずいきゃいいのかな、ちぃ、なんかなんだこれ、なんかすごい嫌な予感がするんですが、登れない、どうやって登る、なんだこれ、ああ、なに、あ、でもね、なんか、乗ったっけ、気のせい、ここもなんかあれ、いや、違う、ああ、ちょ、宝箱、なんかある、なんかね、なんかいかにもついてないとこありますね。これもね、多分ね、邪魔すんな。カンテラ振ってつけるってどうやるの？え？わ、わかりません。僕に聞かないです。大丈夫これ、なんかね、木が消えたら沈んじゃうとか、そういうオチじゃなくて。あ、また来た。また来た。ね、死ね、死ね。誰に聞くんだよ、坂上忍に声が似てるからって不正していいとは限らんぞ、どういうこと、僕がだ似てるわけないでしょ、はいどうも320個目さんいらっしゃいますですが、火は消えないか、消えないけどねえ、ただ鍵がないですね、鍵をどうにかしないと、鍵がどこにあるんだ、てかこいつって何なの、うん、親切に案内してくれるのかと思ったら仲間を助けてほしかっただけとは、ね、気にいらないけどこっちもあいちゃんに手を借りる必要があるし仕方ない、うん、これ何なんでしょうね、ねえ、ちょ、なんですが鍵は、鍵はどっか別のとこで仕入れないとダメ？ねえ。ど
ラクエ5は度重なる遅延と不正を駆使して今日25、2個の日に合わせて終わらせたんだろ。何に2個ってそんなんだったらもっとね、なんか2月5日に合わせる理由ってもっとないんですか。なんかね、あ、これなんか、あ、ちょっと待って、じゃあこっちの、あ、宝箱、ああここにあった、ああこれか、これか、危なく見逃すとこでしたね。よかった。手に入れたと。しょうがない。よかった、よかった。あ、やく見落とすところでしたね。これで開けて、16分どうしましょうね。ちょっとダンジョンクリアまでは行けそうにないですね。いや、ありがとうって言われてもね。これで、低音山本隆弘の坂上忍の声に似てるって自慢してたよね。誰、いや、そんなこと言ってませんよ。いつ言ったんですか、やめて、僕の。これで、こっち行って帰っての、どっちだ、あっち行きゃいいの。ともかく最初に出ると思ってしまったから謝って、はい、自慢じゃないでしょ。あ、来い来いって言ってる、ね、謝ってって言って謝ると思ったらお間違いですよ、ね、これで、あ、これで4匹集まるからこの綱渡りがね、キャーキーキーね、器用なもんですね。4匹渡ってこいとぜひ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 ぜお湯枠、何をさせられてることになったの、はい、何をさせられてるってどういうこと。あ、明日からペルソナ2ですよ、あ、すごい、落ちた、おさるごときだ。ね、あれ落ちたよね、落ちた落ちた、ねね、おらおらおら、ちょ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 、おら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 、ちょ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 、あ、ちょっと落ちない、落ちる落ちる落ちる、よしよし、うるせえじゃないです。
ちょちょちょのバーゲンセールか。ちょ、違います。これどうすりゃいいの、これどうすりゃいいの、これね。ちょ、話せ、このクソバカ、クソバカ、この、ちょ、もう、まずいじゃん、もう、逃げた。お尻しばくとかやっぱ帝王好きなんですね。好きじゃないですよ。あいつの弱点があれだからね。あ、なんかね、手に入りますね。おお。私はこのブーメランに宿る風の妖精です。また妖精か。あなたのおかげで邪悪な力から解放され、真の力を取り戻すことができました。どうぞ、我が力が宿るこのブーメランをお使いください。いやですよ。ブーメランに力を貯めて放てば、風の力で様々なことができるはず。きっとあなたのお役に立つでしょう。マジかよ、金毛。何が金門ですか。何回っとんねん。回って、ね、疾風のブーメランを手に入れた。風の妖精が宿った不思議なブーメラン、疾風の力でいろんなものを巻き込める。最大5箇所まで。これで猿の子も満足しただろうよ。やりますよ。さあ、じっくり探し物を続きといこうか。いいものも手に入ったし、まだ行ってない場所を調べに戻るぞ。まあ戻りますが、とりあえずね、今日ここで時間なんで、まあ入り口戻ってセーブして終わりましょう。ちょうどあと5分ですけど、ちょっとなんで出られないの。ああ、こういうことか。ああ、ここでか。違う。これでちょうどあれですってことですね。いやもう時間でしょ。ねえ、ガンダムよりゼルダの方が人気だろ。知りません。いや、大して変わんないですよ、リスナーさんの数的にはね。あ、これで貯めるのか。シンクジオン。ね。ちょっと、なんで開かないの。
米数も変わんないと思う、多分。だからね、大差ないんですからね、そんなね、どっちが人気っていうならね、どっちも変わんないですよね。ぶっちゃけね、リスナーさんとコメントの数見たらね、ジージェンとあんまりね変わってないでしょうってなっちゃいますからね。え、これ何、帰れないじゃん。え、こっからまたどっか行かなきゃいけないの。え、こっち行けってこと、もしかしてね。ちょっと、めんどくさいんですけど、これ。またぶっか。え、またぶっちかじゃないです。あ、何、ちょ。あ、これであれか。ちょ。なんでポインターがこう、ねえ。ちょ、何やってくれてんの、ちょ。何やってくれてんの、何や、もうちょっと待ってもらうか。はい、動いて。ああ、ここにも猿がいる。これね、ああ、これね、犬のか。ちょ、ああ、ここか。ちょっとして、まだ猿いたんだ。えらいね、身軽ですけど。おい、まだ捕まってるのが残ってるじゃないか。こうなったらみんな助けてやってきっちり礼させてやろうぜ。そういうこと？どうしよう。これで帰る、どうしよう。どうしよう、もう時間ないですね。ちょっと、申し訳ないけど、ちょっと。探索ちょっと今日ここで終わりましょう。ちょっとね、おばちゃん使えば入り口戻れるみたいですからね。では時間となりましたので、たいのだったらおばちゃん出したけ。延長はしません。何言ってるんですか。ね、次枠は議連となりますので、よろしければ見に来てください。はい、何言ってるのかわからない。いや、もう時間だから終わりますよ。はい。あ、お帰りなさいよ。ああ、何、キモ。紹介すれば、この子、おばちゃんの息子なの。お外学校に戻りたいって、息子頼んでワープしてもらって。ね、入り口で合流したかったら、ワープしないで、直接入り口に来るというわよ。じゃあ、二人とも行ってらっしゃい。まあ、しょうがない。時間が足りなかった。続きは、ね、明日、やりますから、また。よろしければ。どうやって産んだのか。わかんないですね。はい、ってことで、セーブして終わります。はい。はい。はい、終わります。はい。あ、緑のおっさんだ。はい。ね。はい、ってことで、2時間半ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。